オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。 Bonjour, c'est 大輔。 Comment allez-vous? 早いものでもう10月も終わりですね。秋も深まって朝晩はすっかり涼しく、いや寒くなりましたよね。さて、全然話は変わりますが、フランスで最も多く名付けられた赤ちゃんの名前ランキングというのがあるのですが、ご存知ですか？ L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques、 フランス国立統計経済研究所、通称インセが取った統計をもとに毎年ランキングが発表されています。今日は2019年度の統計をもとにした2020年度版のランキングから、どんな名前がランクインしているか、女の子と男の子それぞれ20位から1位まで一気に見ていきましょう。まずは女の子から。20位、ル。19位、アガード。18位、マノン。17位、ゾエ。16位、ジュリエット。15位、レナ。14位、イネス。13位、ジュリア。12位、アナ。11位、ミア。10位、アンブ。9位、ミラ。8位、レア。7位、ローゼ。6位、クロエ。5位、リナ。4位、アリス。そしてトップ3が、3位、ルイーズ。2位、ジャッド。1位、エマ。かわいい名前が並んでいますよね。2位のジャッドは女の子の名前なんですね。では続いて男の子の名前を見てみましょう。20位、アーロン。19位、モアメッド。18位、トム。17位、ノア。16位、サッシャ。15位、ナトン。14位、ギャバン。13位、ポール。12位、エタン。11位、リアム。10位、マエル。9位、ジュール。8位、ユーゴ。7位、アーチュール。6位、アドン。5位、リュカ。4位、ルイ。そしてトップ3が、3位、レオ。2位、ラファエル。1位、ガブリエル。19位にモアメッドがランクインしていますが、イスラム教徒の人に人気の名前ですよね。また16位のサッシャは女の子の名前のように思いますが、男性の名前なんですね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕大輔がお届けするフランス語レッスンです。
会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は先週木曜日にデビューされたアマンダ先生をご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。今日は視聴者様からフランス人の名前の男女の見分け方について知りたいとリクエストをいただきましたので、一緒に確認していきたいと思います。リクエストいただきありがとうございます。男性の名前と女性の名前の一番ざっくりとした見分け方は、語尾にうがついているかいないかです。例えば、先ほどの名前のランキングに男女どちらもランクインしていたルイとルイーズ。ルイが男の子の名前で、それにうがついて語尾の S を発音するルイーズが女の子の名前です。他にはフランソワとフランソワーズも同じようなパターンですね。うが入ると女性の名前になるというのはわかりやすいですよね。このようにうが入ることで発音が変わる名前は男女の区別がつきやすいですが、うが入っても発音が変わらない名前もたくさんあります。例えば、ガブリエル、ミシェル、エマニュエル。このように、L という発音で終わる名前は女性の名前になると語尾が U、L、L、U や U、アクソングラブ、L、U となります。しかし発音上は全く変わらず、エマニュエルさんを呼ぶときは女性であっても男性であってもエマニュエルと呼びます。ただし同じ名前の人が多いので、どのエマニュエルさんの話をしているのかというのを相手に分からせるために、わざと女性の場合にはエマニュエルとエルを強調して発音することもあります。さて、語尾にうがついているかいないかでは判断できない名前もあります。例えば語尾にイ、キュ、ウ、ウ、イックがついている場合、語尾がイックという名前の場合に一概に男性だ女性だということが難しいのですが、一般的にこの名前は男性だ女性だというのはありますのでご紹介します。次のイックさんは主に女性の名前です。ヴェロニック、モニック、アンジェリック。そして次のイックさんは主に男性の名前です。エンリック、エンリック、ジャンドミニック。さらに次のイックさんは男女両方あります。ドミニック、フレデリック。同じイックさんでも語尾がイ・セ、もしくはイ・セ・カで終わっているイックさんはほとんどが男性の名前です。エリック、ヤニック、パトリック。イ・セ、もしくはイ・セ・カのイックさんで女性の名前はかなり数が少ないので、それだけ覚えてしまえばあとはほとんど男性ですから便利です。女性のイーセイ、イーセイカのイッキさんはソワジック、ジャニック、アニックなどであまり多くないですね。さあ、語尾にウがついていても男性の名前ということもあります。例えばギヨーム、ステファン、クリストフなど。
ギヨームは英語で言うウィリアムさんのフランス語版です。もともと男性の名前なのでウがついていますが、女性の名前ではありません。ステファンは一瞬女性の名前のようにも思いますが、これはギリシャ語の男性名ステファノスが語源になっていて、基本的には男性の名前として使われます。このようにもともと男性の名前のものには語尾にウがついていても男性の名前というものがあります。名前の意味や由来を知りたい場合は signification du prénom 誰々と検索すると出てきますので、ぜひ調べてみてください。さあどんどん行きましょう。語尾が en、 アンで終わるものは主に男性の名前です。マルタン、ヴァロンタン、ベンジャミン。 en、 アンの後ろに u をつけて語尾が enu、 in で終わるものはほとんどが女性の名前です。マーティン、エムリン、ポリン。ただしアントワーヌは ENE で終わっていますが男性の名前です。これは発音も IN ではなく ONE ですよね。語尾が EN、 ヤンで終わるものの多くは男性の名前です。そして EN の後ろに NE をつけてイエンにすると女性の名前に変わります。ジュリアン、ジュリエン、セバスティアン、セバスティエン、ヴィヴィアン、ヴィヴィエン。ヴィヴィアンって男性の名前なんですね。先ほど紹介したステファンの派生した名前エティエンは ENNU、 イエンで終わっていますが、男性名ステファノスが由来のため基本的には男性の名前です。語尾が EU、 E の名前の多くは女性の名前です。またもともとある男性の名前の語尾を EU に変えると女性の名前に変わります。ステファン、ステファニー、クロード、クロディ、リュック、リューシー。語尾にウ、テ、テ、ウ、エットがつくと女性の名前に変わります。またエットがつく名前はそのほとんどが女性の名前です。エティエン、エティエネット、クロード、クロデット、アントワン、アントワネット。このエットは小さな誰々ちゃん、可愛らしい誰々ちゃんという意味が含まれている表現です。この他にも、例えば、エヴァ、ヴァネッサ、セシリアのようにアで終わっている名前は女性の名前が多く、ユゴ、テオ、エンゾのようにオで終わっている名前は男性の名前が多いという見分け方もできます。ただしアで終わっていても男性の名前、オで終わっていても女性の名前ということもあります。さあたくさん紹介してきましたが、フランス人の男性の名前と女性の名前の違いは見えてきたでしょうか？日本の名前でも男性、女性、どちらにでも使える名前や、〇〇子とつくと女性の名前、僕の大助のようにスケがつくと男性の名前というものがありますよね。フランスの名前にも同じように
こうなっていると一般的には男性の名前、女性の名前というものがあります。しかし、時代とともに名前も徐々に変化していますし、その時の流行りも変わってきます。また、男性の名前のようでも女性の名前、またはその反対ということもありますので、ここで紹介したものも絶対そうというわけではありませんので、ご注意ください。今回、僕もこのアラカフェットのためにフランス人の名前をたくさん調べてみましたが、調べてみると名前のルーツやもともと持っている意味、その時代の背景などが知れてとても楽しかったです。皆さんもぜひいろいろな名前を調べてみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。また今回のレッスンが面白かった、役に立ったという場合は、 YouTube でご覧の方はいいねボタン、チャンネル登録ボタンをクリックしてください。講師に取り上げてほしいトピックなどあれば、コメント欄でぜひ教えてください。それではまた、アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は10月22日にデビューを果たしたばかりのアマンダ先生をご紹介します。フランスの海外圏でマダガスカルの近くにあるレユニオン島出身のアマンダ先生は、太陽のように明るい笑顔とおおらかな雰囲気が魅力の講師です。アクセントのない綺麗なフランス語を話し、パリにも仕事で住んだことがあるため、フランス本土の生活やアート、文化にも詳しく、話題が豊富です。過去の仕事柄、クラシック音楽など、一見理解が難しそうなものをシンプルな言葉に置き換え、わかりやすく伝えることを得意としています。フランス語を教える時も、その力を十分に発揮し、生徒のためになる表現や単語を、わかりやすくしっかり伝授してくれます。持ち前の明るさと相手に寄り添う懐の深さで、初回のレッスンから安心して楽しくフランス語を学べるので、頼りになる講師にリードしてもらいたい方にはぴったりです。レッスン開始の6時間前まで予約が可能ですので、フランス語を話して元気をもらいたい方はぜひ、アマンダ先生のレッスンを受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。
フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。